新型コロナウイルスの感染拡大を受け県は森田知事の県民へのメッセージ動画を公開しています昨日千葉県は引き続き特定警戒都道府県にされたことを受けて森田知事は気を緩めてはいけないと呼びかけました千葉県知事の森田健作です千葉県内の 新型コロナウイルスの新規感染者数は、この二週間は。おおむね一桁で推移しており。これまでの皆様の取り組みの成果が現れてきました。心より感謝を申し上げます。昨日、国は三十九件の緊急事態宣言を解除いたしました。しかしながら。 千葉県は隣接する東京都の状況等も踏まえて引き続き特定警戒都道府県とされましたこれを受けて千葉県では県民の皆様に引き続き外出自粛や休業要請等への協力をお願いする必要があると判断をいたしました今後の道筋については ゴールデンウィーク中の外出自粛等の効果が現れる来週の感染状況に加え国の方針や隣接都県の動向などを踏まえた上でお示しをしたいと考えております、えー、皆様、今明るい兆しが見えつつありますがここで気を緩めてはいけません私たち一人一人がマスクの着用や手洗い 人とのの距離の確保、そして3つの密を徹底的に避けるなどの基本的な感染症防止対策に取り組み新型コロナウイルスとの闘いに打ち勝つため頑張りましょうどうぞ皆さんご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 なお、森田知事のメッセージ動画は県のホームページからも見ることができます。